こんにちは、ライムです。今回は、まだ、ニーヤリインカーネーションがリリースされて間もないので、バフやデバフの強さがはっきり分かっていないという方が多いと思うんですよね。もちろん僕も含めてですけど。はい、ということで今回の動画は、防御デバフについてプチ検証、比較してまいりましたので、それを一緒に見ていきましょう。はい、それではですね、早速見ていきたいと思いますが、まあちょっとあまりゲームに馴染みがなくてわからないっていう方もいると思うので、まあ簡単な防御デバフのお話していこうかなと思います。防御デバフというのは敵に対しての防御力をダウンさせるというものです。例えば、防御力1000の敵がいたとして、防御力を 20% ダウンっていうね、技を使ってあげると防御力が800になるということですね。まあニーヤリインカーネーションについてのダメージ計算式等はまだ判明していないというか、詳しいものはね、はっきりと分かっていませんが、まあ基本的には敵の防御力マイナス攻撃力みたいなイメージで、まあ、最終的なダメージが、まあ、もろもろ、攻撃力アップとかそういったものが計算されて出てくると思うので、防御力も非常に、まあ、RPG にとっては重要な要素、ダメージを上げるためにね、重要な要素になっているので、で、この、ゲームによっても変わってくるんですけど、防御力デバフがどの程度優秀なものなのか、これがないとお話にならないよって、例えば、まあ、別のゲームであったりね、ファイナルファンタジーブレイブエクスビアスだったりとか、そういったゲーム、まああとユニオン、キングダム発ユニオンクロスとかね、そういったゲームであると、デバフがもうほぼ前提で作られてる。デバフを前提とした敵のバランス調整であったり、そういったものもあったりするわけですよね、ゲームによってはね、作品によってはそうですし、まあまたあるいはね、ゲームによっては、まあデバフとかね、バフとか、さほど重要じゃないよと。そこまでしなくても普通の状態でちゃんとダメージ出ます、普通に高難度も勝てますっていうゲームバランスのところもあるわけですよ。で、このニーヤリインカーネーションにおいてこの防御デバフがどのぐらいの立ち位置なのかっていうところが結構大事だと思うんだよね、このゲームをやっていく上でっていうところも今回の検証で見られたらなと思って、はい、やっていきましょう。ということでまずですが、今回検証する何をもって検証するかってことなんですけど、今回フレンリーゼさんを使います。今のところ防御デバフ持ってるキャラクター自体少ないんですけど、星3のフレンリーゼ、これがガチャから出てくるやつです。星4でもダメ、星4はバフなんだよね。星4のフレンリーゼがバフで、であと今イベントでやってるフレンリーゼコートをかぶってるやつ、あれもデバフではないので、スキルがそもそも違うので、あれも使えません。この星3、ガチャから出てくる星3フレンリーゼ、これがデバフ持ってるんですよね。敵単体に 40% のダメージ4回与えて、さらに敵単体の防御力を 20% ダウン。まあ、かっこ30秒間というふうに書いてありますけど、まあ、これが要は 20% デバフ。先ほど説明で言った通りね、敵の防御力が、まあ、2000だったら、今度はまあ400下げられるみたいなイメージですよね。これが30秒間持続すると。で、今回残念ながらスキルレベルマックスまではできてなかったんですけど、まあ、レベル5のね、わかりやすい 20% ダウンというところにしました。なんで、まあ、この動画以降、フレンリーゼね、強いなと思ったらフレンリーゼのスキルを上げてもらって、最大でレベル、30% ダウンまでいきます。これレベル15で。30% ダウンまで持ってって、まあ、より有効に使っていただくみたいな発想で言ってくれるといいかなと思います。はい。で、まあ、防御デバフ要因がフレンリーゼ。こいつは使っていきます。で、フレンリーゼに関しては特にね、ステータストーンも特に関係ないと思うので、あくまで防御デバフの、がどれぐらいの効力が出るかってところが見ればいいので、はい。で、実際の何のキャラのダメージで比較しようかなってところで考えたところ、まあ分かりやすいのがキャラスキルかなと思って、今回は A2 だね。A2 のキャラスキルを2つ比較して、その時のダメージを見ていこうかなと思います。で、A2 のキャラスキルはこの銃撃連山ってやつ。これがまあ基本、ただダメージ出るだけ。
で、クリティカルが出たときは、クリティカルのダメージは見ません。クリティカル発生時は鹿として、通常のダメージね。クリティカルではなく、この敵単体 78% のダメージを4回与えると。このうちのクリティカルが出なかった部分のダメージを見ていきます。はい。これなら、ちゃんと銃撃連山っていうね、スキル名も表示されるので、間違いは起こらないと思うので、これで見ていきましょう。で、A2 のステータスに関しても特に関係ないですよね。今回の比較に関してはね。あくまでデバフありなしで、全く同じ状況か、バフデバフなし、他のバフデバフなしの状態で、純粋に防御デバフのみで戦った時のダメージを見たいので、まあ、その他に関しては、まあ、無駄なことは一切しませんので、はい、これでいきます。今回の想定アイテム、検証アイテム、が、ダンジョン、覇王の記録ですね。覇王の記憶か。ダンジョン、覇王の記憶6階のボス。こいつに対してぶちかましてみました。このダンジョンで、まずフレンリーズがキャラスキルを使って防御ダウンさせます。その後で A2 がキャラスキル打って、その時のダメージ、それから、フレンリーズのキャラスキルを打たずに A2 のキャラスキルを打った時のダメージ。この2つを比較すればいいわけですよね。この辺をしっかり確認していきましょう。はい。ということで、結果、防御デバフなしが 18,200 ぐらい。で、防御デバフをした方だね。防御デバフをした方が 21,000 ぐらいのダメージということになりました。まあ、この動画を見る限りだと確実にね、防御デバフは効いているということがわかりますね。ただし、ダメージ上昇については、あまり、極端にね、上がってるという印象はありませんでしたね。実数値に直すとだいたい約 1.16 倍ぐらいということになってます。これに関してはですね、まあ当然敵に対する防御力、敵の防御力だったり、まああるいはフレンリーゼのね、キャラスキルのレベルでも当然変わってくるところなので、うん、これが全てではないんですけど、うん、まだフレンリーゼの防御力、キャラスキルをね、レベルマックスにして、マイナス 30% にすれば上がるでしょうし、まああるいはもっと、なんだろう、敵が硬いところに行った方がダメージの差出やすいのかな。もっとね、高難易度のところに行って使うと、またさらに違う結果が出てくるかもしれないですが、はい、少なくとも今回のこの動画での条件ではデバフはそこまで有効、まあもちろん火力は上がりさえするんですけど、そうだな、まあ、特別ぶっ壊れっていう感じはないかな。ただし、無課金勢の方には覚えておいてほしいんですけど、例えば、星音キャラが1体しかいません。星音キャラ、その星音キャラが一番火力出ますってなると、他の星3キャラだったら、まあ、その星音キャラをサポートするような形、デバフだったりバフだったりね、そういった形で編成してあげると、よりね、その、唯一の星音キャラが輝く、っていうことができますので、そういった意味でデバフキャラを入れるっていうのは非常に有効かなと思います。一応星さんのフレンリーゼに関してもレベルマックス、それから限界突破4回した状態まで育成ちゃんとすればね、戦力2万ぐらいにはいくのかなっていう報告を受けているので、はい、しっかりね、無課金勢の方でもデバフを有効活用すれば高難度でも十分通用するのではないかということがわかります。はい、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。